はい、皆さんこんにちは。行政書士の山口拓郎です。今回はですね、こちらのちょっとタイトルの方、伊東塾2023行政書士実務ゼミ、国際業務ゼミの方を担当させていただくことになりました。改めましてですね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい。さて今回この実務ゼミというのは伊東塾さんでも初めての、試みということで、私自身もですねちょっと手探りなところがあるんですけれども、皆さんと一緒にですね有意義な時間を過ごせるように、努力していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、早速なんですけど今回ゼミの中でどういうことをやりたいのかどういうことをやっていく予定なのかについて、簡単にご説明いたします。ゼミなのでねいわゆるちょっと講義とかとは違って一方的に知識をこうお伝えするあるいはこういうことを覚えてねっていうふうに叩き込むというわけではなくてどちらかというとみんなで考えていこう作り上げていこうというふうに今回は考えています。なかなかねオンラインの中だと難しい限界もあるかもしれないんですけれどもやっぱりですねちょっとその考え方とかそういうものをこうある程度自分の事務所として持っていく哲学を持っていくというのは自営業自分で営む業務でありながら自分の身を守っていくいわゆる自営業としての、非常に大事な軸足にもなってくる部分だと思います。でそういった意味でねこう国際業務にどう向き合っていけばいいのかその、いわゆる哲学的な部分そういった部分をお伝えしていきたい一緒に作っていきたいと思うし僕の事務所ではこうやってますよそれを見て皆さんが真似したいというふうに思えば真似していただいてもいいし逆にここは自分はこう考えるなというところがあればその時の参考を叩き台にしてもらえればいいかなというふうに考えてます。もう本当に事務所の数だけいろんなものがあるいわゆる十人十色の世界だと私は思いますので、はいでそういうざっくりした部分だけではなくてですねやっぱり一番気になるのが国際業務って理由書ですよね。でその理由書の作り方これも事務所の方針によってそれぞれあると思うんですけれども僕の事務所ではこんな事案にこういうふうに向き合って結果的にお客さんにこう喜んでもらったその過程にある大事な理由書の部分を実際にちょっとこう、事案をベースにした案件を持ってきてですねそちらの理由書の作り方を一緒に検討していきたいと思います。でもう本当に、各講義ごとに絶対に1枚以上その理由書、私の方で、ある程度改編はされているものは部分はあるんですけれども実際のものを差し上げますので、そちらをですね見て自分の事務所ならこういうふうに作っていこう自分はこう考える一人の法律家としてどう考えるかっていういわゆる、法的思考そういったものを一緒に培っていきたいと思います。はい、で方針としてはですね講義の前にある程度、事前にこういうものを次の講義では扱うよというふうにキーワードとかあるいは、例えば在留資格とかですかねこういう在留資格を扱うよそういったことをお伝えしますので事前にそのあたりをちょっとこう本で調べてくるとか本当に10分15分でもいいし30分でもいいしちょっとこう調べてきてほしいというふうに思っています。でそういったものを調べていただいた上で、できればゼミの方に挑んでいただいた方がおそらくついていきやすいと思います。講義に関してはですね僕ちょっと他の動画の CM にもなっちゃうんですけれども実務のイメトレみたいな名前で、実務講座さんのホームページの方で今でも多分リンク残ってると思いますんでもしよろしければこの動画編集の後にですね概要欄にでもリンク貼っといてもらえたら一番いいんですけれどもそういうふうにやっていただいてそこをちょっとこう事前に予習していただくとこういうものなんだなって国際業務ってこういうイメージがつかんだなさあじゃあ実際にそれにどう向き合っていこうかなっていう次のステップです。なので、初級講座ではなくていわゆる平林先生の中上級講座みたいなそういう立ち位置だと思ってくださいね。伊東塾の人たちみんなこういう表現の方が分かりやすいですよね。はい、ということで、これからもですね本当に理由書を再検討する結構僕の中では自分が作った文章を皆さんにねある意味添削されるようなところもあるのかなと思うとちょっとこうドキドキするところもあるんですけど実際に結果出した理由書をベースにしているものなんで多分参考になることは絶対あると思うんですね。でいろんな参考の仕方あると思いますのでいろんな結構中上級というふうに言いながらも何年かやられてる方であってももちろん大丈夫だし初心者だけど頑張りたいっていうふうに思い切って挑んでいただいても大丈夫ですし皆さんに合わせてきちんと僕なりのサポートもさせていただきますのでぜひご参加ください。はい、そういう、ご案内でした。これからもですねぜひ皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。